こんにちは、ドラゴンワールドのビステルクソ。どうも皆さん、ドラゴンワールドです。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、本日も、イフトバル2024モバイル、無課金の地、ディビジョン前の道、やっていきたいと思います。はい。ついに来ました、レーティング、1762ということで、舞い戻ってきましたね、1750以上に。ただ、前回の試合見ましたか？でもね、ここ4試合、5試合、もう6試合ぐらい、もうずっとね、神試合が続いてると思います。いやもう本当にこんなにね、恵まれた試合、もう動画でも120点ぐらいの動画を連続で出せてること自体、もう本当にお相手さんとのね、まあ兼ね合いもあるんですけども、マジで素晴らしい試合のね、動画を投稿することができて、本当に自分も嬉しい限りですが、ついに来ましたね、1750以上に。3回目かな、コンフェス。もうこの試合数見てもらえれば分かる通り何回も沼ってきました。ただ、コンフェスだけは、もうね、イーフトアプリ、ウイレアプリ、サービス開始日、次の日から頑張ってきた自分としても、7周年、この記念すべきフェーズに絶対ディビジョンは行きたいという思いのもとやってきましたが、もうあと2連勝、3連勝、もうそんぐらいして、行っちゃいましょうよ。ということで、前回ディビジョン1超格上、最高順位920位の方と対戦して勝利して、無課金革命を起こしてきました。今回も起こしちゃいましょう。もう負けない、もう止まらないよ、俺は。頑張っていきましょう。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では、初に、レッツゴー。はい、ということで、試合マッチングできましたので、選手のコンディションの方を確認していきたいと思います。フォーデン絶好調来た！フォーデン絶好調マジ熱い！ただ、デンベレ今回も絶好調か。デンベレ絶好調。いや、まあ、前回の動画ではね、フォーデンとデンベレ交代して、まあ、見事逆転できたんですけども、両方絶好調だとどうしようかな。まあ、フォーデンでいっか。じゃあ、トミヤスは、サリバは絶対抜けない。ウォーカーも好調。いやー。グバルディオールも好調。じゃあ、ウォーカー抜けようか。右足なんでね。ということで、じゃあ、こんな感じでいきたいと思います。大相手さん、えぐいな。いや、ビエラ、ジェラード、嫌すぎるな、これ。ビエラ、ジェラード、そして、お、最近のね、ローマビッグタイム7周年で来たやつ。いや、ロドリゴのシエル、羨ましい。ロドリゴシエル、羨ましいし、いや、ソンもいると、まあ、ブリーズ復刻しましたしね。まあ、ただ、レオンとかもいます。苦手な選手ばっかりですけども、ここまで来たらね、勝つしかないんで、頑張っていきましょう。試合に。レッツゴー。では、前半開始していきたいと思います。タルタルチキンさんよろしくお願いします。最初は小振りで行かせていただきます。守備ね。いや、二振りか、二振りで行かせていただきます。じゃあ、しっかりとここ OK。奪っていきの。守備はしっかり集中してないと。待って、守備はしっかり集中したけど、ちょっとその後怖いなぁ。ちょっと気抜いたんだね、今ね。守備終わってから。あ、もう奪ったと、奪い切ったと思ってから、そっからのビルドアップ気抜いちゃいました。オッケー、ナイスキークルトアーチャー。ここから低弾道でデヨングに渡していきましょう。で、ここで一回溜めてから、くさび入れようか。くさび入れてワンタッチを落としていいよ。めっちゃいい感じよ。で、上辺からスルーパス。これ、オッサイはないけど、まあ、どちらにしろ取れちゃったか。スモーリングいいね。結構足早くて、さっきから厄介ですけども、ここ奪っていくデヨング。デヨングから、縦入れて、上辺から一回落ち着いて。いや、ちょっと待って、今のちょっと、焦っちゃったね。今焦っちゃったけど、ここのくさび取れるか？オッケー、サリバパスカットしての。じゃあ一回出してる。デヨングもう一回経由しての。ここから、ムアペ出して、サラからこれブライム出せるか？来たよブライム！じゃあここ中向いて、コンカして、入った入ったんだけど、え？入ったんですけど、入ったんだけど、どういうことで、なんと、今のコンが決まっていくと、いや、ガチか、今の決まんの、いや、マジ、ちょっとスーパーゴールすぎだろ、今。いや、普通にさ、あの角度から今が決まるの、相当すごない。ということで、なんと、今の入っちゃうな。ブライムスーパーゴール決めていく。いや、これ削られた。ブライム削られましたけども。いや、今の今が良かったね。では、コーナーキック、フォーデンで狙っていきましょう。これワンチャンあるんじゃない？ワンチャンあるんじゃない？いやー、無理か！ナイスセーブ、それは。うわ、シーマン。さすがいいキーパーっすね。さすが、オーケー、ゴール奪って、フォーデンから、いやー、奪い切れないか。いや、結構チャンス続いてたんだけどね。まあ、でも、フォーデンのさっきの、いや、シーマンさすがっすね。でも、さっきのブライムの根が決まったのエグいな、マジで。あれ、もうシーマンも強いから、普通にブライムが上手かったってことだもんな。で、こっからサイド展開して、ムーアップ、ドフリーで受ける。いや、ちょっと遠すぎた。選手間の距離がね、若干ね、ビルドアップの時に、めっちゃ開いちゃうんですよね、センターフォワードが。で、ここで OK、レイニード奪っての、ここ縦入れての、ブライムからこう、一回横パスと、ちょっと危なかったな。ちょっと危ない。うわ、ちょっと危ない。危ない、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 のサラーからこれある、抜け出せ、オッケー来た、ブライムから一回フォーデン、お前2列目からの飛び出し全然しないやん。オッケー、ブライム奪い切って、奪った、奪った、奪ってからフォーデンに出して、フォーデンからここダブル出しして、インパクト、うわ、はい、ということで、ここで前半終了と。いや、マジ、大江さん普通にメンバー強いけど、全然やれてるね。試合とも一緒ぐらいなんじゃない？そうだね。いや、マジでこれ結構均衡してますけども、このまま頑張っていきましょう。いや、マジここでね、勝ちたい。
よし、じゃあ交代は、まあ、テル校長、デルピエロも校長、ただデンベレも絶好調なんだけど、ちょっと真ん中にあんまりフォーメーション変えたくないんで、じゃあテル入れていきます。テル入れて、デルピエロも入れようか。デルピエロセンターフォワードとソンに入れて、このスタリートップ全部形成して、このまま行きましょう。うわ、ちょっと、おいさ、レッド出てたの全然知らなかった。では、後半やっていきたいと思います。いや、気づかなかった。全然気づかなかった。さっきのね、ブライムへのあの、後ろからのスライディングで、多分退場してたね。いや、知らなかった。全然全く、だから左上にあるね。確かに全然気づかなかった。ということで、11人対10人ですけども、しっかりここ追加点入れていきたいと思います。じゃあ、デルピエロか。これあるぞ、マジある、テル、ちょっと、あ、待て、マジある。どうじゃ、一回、落ち着いて。だ、うん、やらかしたわ。いや、今のもったいねえ。ちょっと待って、結構やらかしてる。で、ここ、富安カスラバスで、オッケー、奪って、息の縦パス入れて、テル、うわー、無理か。ちょっと待って、いやー、やらかしてるな、さっきから。ちょっと、制裁変えちゃってるもんな。で、ここで縦パスは通んないと。まずい、コスタクルタ。お前がさっきから重労働してきるもん、頼む。よし、じゃあ、ここ縦パス入れて。オッケー、コスタクルタから。で、ヨング、縦パス入れちゃっての、テル落としての縦入れて、これは来た人ということで、テル抜け出して、テル抜け出して、ここしっかり今回決められない回でも、フォーデンがいるよ。フォーデンがいて、ダブルダッチ、今回決まっていく。これは素晴らしいでしょ皆さん。このレーティング1760、これ勝ったっしょ。いや、油断しちゃいけないけど、いや、マジであるぞ、これは勝ちたいね。で、大津さん10人なんでね、今の守備の人数の少なさはしょうがないと思いますが、いや、これ勝っていきましょう。オッケー、コースタークルダー奪っての、じゃあデルピエロ出して、ここワンタッチじゃない、うわー、ワンタッチで出せてたら繋がってたもんだけどね、ちょっと伸びちゃったね。で、ここからちょっとね、それ嫌だな、マジでそれ嫌だ、うわ、そぼされる、うわ、ちょっと、うわ、オッケー、富谷さん急いで、こっから一回クリアしちゃおうか。オッケー、じゃあ縦パスでクリア、あ、全然ダメよ。全然ダメでしたね。ただちょっとね、これさ、わざスパサも入ってるから、陸陣に決められるよ、普通に。オッケー、ポップレ、うわー、ちょっとね、やめて、ちょっと頼む。で、オッケー、パスで繋いで、丁寧に縦パス入れての、危なかった今の、めちゃめちゃ危なかった。ここ縦パス通る、アルセス、お前ならいける、それもいっちゃえ。アルセス、もう追いついてろ、デルベル、誰もいいから、ずっと追い続けてもらっての、こっから、オッケー、返せるかよ。オッケー、レイニード、ここ絶対お前なら勝てる。うわ、待って、トロパス、うわ、オッケー、レイニード、ルーズボール回収しての、横パス入れ、ちょ、怖いけど、ここはオッケー、繋いでいく。で、ヨングから後ろ戻しての、横パス繋いで、三角形できてる、横パス入れての、縦ここで入れて、ちょっと怖いけど、オッケー、ビルドアップ成功できてないよ、やられました。ちょっと頼む、ここで奪って、オッケー、すげえ、トレス、待って、トレスから縦入れての、コスタクルタ、頼む、コスタクルタ、頼む、オッケー、ここコスタクルタキープして、ここからトミヤス、パス受けてのアウルセンス、アウルセンスから縦入れて、で、ヨング、これある、ビルドアップめっちゃうまくいってる、ということで、ここでアディショナルタイム表示されまして、最後ここ奪われちゃうけども、まあ、ちょっとね、最後奪われちゃうけども、最後行って、そのまま取られちゃうんだけども、取られちゃったんだけども、見事、皆さん見ていきましょう。横パスしっかり後ろにパス出して、見事この位置で無課金革命成功させることができました。いやー、熱すぎる。はい、ということで、見事勝利と、シュート本数、ワイズさんの方が勝ってるし、なんならパスも若干繋がれてるけども、試合率自体はね、そんなに変わらず、もう本当にね、今回も均衡しました。で、今回の MVP は4年ということで、で、ワイズさん今回も上手かったな。毎回上手いわ、マジで。本当に。え、やばくない？え、ちょっと待って、こんなことある？え、前回ディビジョン1最高順位920位の方でした。でね、今回もワイズさん普通に上手かったから順位見てみたら、590位、え、もうバグってない？最近の対戦相手、最近の対戦相手おかしくない？え、ガチガチの猛者しか当たってないじゃん。ということでね、めちゃめちゃ猛者だったんですけども、見事無課金革命なんて起こしていたと。いや、マジで熱かったね。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。いや、この位置での勝利はでかいよ、マジででかい。このままディビジョン Y の道、1年間かかりましたが、行きましょう、到達しましょう。ぜひ次回の動画もご視聴ください。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。